商業会は、かつて日本の小売り、流通などに関する書籍を刊行していた出版社である。2020年3月31日に事業を停止し、同年4月2日、東京地方裁判所から破産開始決定を受けた。1948年に創業した流通小売業を対象とする業界専門誌を発行する出版社。現在、月刊誌である、 商業界販売革新、食品商業、ファッション販売の4市をはじめ、ウェブメディア、商業界オンライン、国内の主要、スーパーチェーンストア情報を網羅した日本スーパーメーカーのほか、数多くの経営専門書や実務テキストなどを発行している。さらに、売り場スタッフ及び店長を教育するセミナーの開催、経営幹部を育成するスクールの開校等の、 教育事業によって、商業の技術と精神を広く啓蒙することを目的に活動を行っていた。ピーク期の1996年6月期には、売上高約21億円を記録したが、出版不況の煽りを受け2010年6月期には12億5000万円にまで激減。さらに2019年6月期に約7億円にまで落ち込み。 債務超過も三億二千九百万円にまで拡大。二千二十年三月三十一日に全従業員を解雇した上で公式ホームページに休業を発表。四月二日に破産開始決定を受けた。大手信用調査会社の東京商工リサーチによると、負債総額は約八億八千万円に上る。商業界は二千二十一年七月二日に法人格が消滅した。 ありがとうございます。